東京駅ですね、2014年12月20日が100周年となりまして、100年前はここは原っぱだったんですね。100年経ちまして大変貌を遂げた丸の内、その変貌のきっかけとなりました東京駅がここで前方に見えてまいります。行幸通りのイルミネーションも始まりました。どうぞご覧ください。この左右の通りですね、行幸通りと申しますが、こちら右手、東京駅にかけましてイルミネーション、ついております。またこの先左右ですね、横切りますのが中通り、こちらのイルミネーションも、とてもね毎年人気のものです。ただいま右手ですね、行幸通りの突き当たり、東京駅のライトアップはですね優しい光となりますので、くっきりはっきりといった感じではございませんが、見えております東京駅ですね。大正3年開業当時の姿へと復元改修が行われました。辰野金吾設計の姿へと見事に復元が終わりましたが、2006年6月からの6年間、2012年10月1日にグランドオープンとなったものです。今ちょうど左右が中通りですね、左手から始まりまして、この右手ずっと奥のですね日比谷、先ほどの帝国ホテルミッドタウン日比谷があります。あの日比谷までまっすぐ続いております。横切ってまいりますときにちょっとね右手をご覧になってみてください。奥の方までねイルミネーションが続いているのがご覧いただけると思います。こちら中通りのイルミネーション、毎年ですねこの丸の内、ではですねもう人が集まるところですが、今日はなんとなく金曜日にいたしましては人が少ないなという気がいたします。風が強くて寒いからかなといったところですけれどもね。はい、こちらで横切りますのが中通りですね、イルミネーションずっと奥まで続いております。日比谷まで続く、イルミネーションです。それではですね、こちらで東京駅、赤レンガ大きく見えてまいりました。